はい、どうも。ゴーゴー TV のゴーです。今回紹介する商品はこちら。ついに来ました。本日10月1日土曜日は、仮面ライダーエグゼイドの変身ベルト、デラックスゲーマドライバーの発売日ということで、私ゴーもこちらのデラックスゲーマドライバーを買ってまいりました。でですね、一緒に発売してた、こちらのデラックス決め技スロットホルダー&爆走バイクガチャとも、買ってまいりました。というか、簡単に言うと、こちらがないと、必殺技を出すことができないんで、こちら2つ買ってまいりました。でですね、なんだったっけ、バトンタッチ記念の特典の、こちらのエグゼイドゴーストアイコンももらってまいりました。こちらはちょっとまだ別でレビューしたいと思うんで、今回はこちらのゲーマドライバーとこちらの、決め技スロットホルダー&爆走バイクガチャットの、こちらの2つのレビューをしていきたいと思います。では、早速、箱を見ていきましょう。では、最初は、ゲーマドライバーの方から見ていきましょう。今回のこちらの箱なんですけど、前回までは、こちらの、なんていうんですかね、耳の部分っていうんですかな。前回のまでのゴーストまでのやつは、こちらが正面になってたと思うんですけど、今回は、こちらに遊び方の一通りの説明が書いてありまして、前までの、変身ベルトだと、裏側と呼ばれる部分が、このような感じで、正面みたいな感じで、このデラックスゲーマードライバーみたいな感じになっている感じになっていますね。こんな感じですね、正面は。ガシャッと押して、変身。アイムは仮面ライダー。レバーを開いてレベルアップ。ライダーガチャと対応。仮面ライダーエグゼド。光る。なる。デラックスゲーマードライバー。正面はこのような感じで、エグゼイドの、こちらが、レベル1と、アクションゲーマー、レベル2が載っております。今、横側もこんな感じですね。よくエグゼイドのポスターとか見ると、このような感じのポーズを取ってるポーズですね。で、こちらの横部分は、反対の横は、レベル1ですね。アクションゲーマーレベル1と、ガシャットと、ゲーマードライバーが載っております。で、裏はこんな感じですね。こちらが裏になるのがちょっとわからないんですけど、マイティアクション X。ボタンを押してサウンド &LED 発光。で、こんな感じでデラックスライダーガシャタスピが広がるってことで、決め技スロットホルダーの、絵とか、ガシャコンブレーカーとかの絵とか、ガンバライジングとか、あとは、ガンバライジングありますね。ガンバライジングで、あとおもちゃウェーブとか、QR コードを読み込もうという、いつも通りの説明が書いてあって、あとはこのような感じで変身遊びの一通りの流れが書いてある感じですね。ゲーマードライバーの方の、箱は以上となっております。では、次はデラックス決め技スロットホルダー&爆走バイクガシャットの方を見ていきましょう。前はこちらの、決め技スロットホルダーが載っておりまして、こちらに、仮面ライダーレーザーの、レベル2のバイク姿が載っていて、あとは、エグゼイドのレベル2が載っております。で、横側は、こんな感じで、仮面ライダーエグゼイドが、ライダーキック。なんで、マイティキックっていうかな、今の。今度のエグゼイドのキックは。エグゼイドが、ライダーキックを出している姿が載っております。で、反対側は、仮面ライダーレーザーのレベル1と、仮面ライダーレーザーのレベル2が載っておりますね。この仮面ライダーレーザーは実際問題、どういう、ちゃんと戦うのか、本当もバイク専門なのか、ちょっとわからないんですけど、アクセルみたいな感じで、仮面ライダーダブルに出てきた仮面ライダーアクセルみたいな感じで、戦いつつバイクに変身するのか、ちょっとわからないですけど、一応載っております。で、裏側は、一応ガシャットが入ってるんで、爆走バイクガシャットの遊び方と、先ほどの、ゲーマードライバーと同様、
まあ、QR コードで登録できますよってのと、あとはまあ、遊び方の一通りの説明が載っておりますね。はい、というような感じになっております。はい、では、ゲーマードライバー開けていきましょう。結構なんか、なんていうんですかね、この部分のなんか厚みが、なんか他の箱に比べて若干厚いような気がするんですけど、まあ、ちょっと比較しないで何とも言えないですけど、こっちっすね。反対でした。こっちです。こっちからこう出てくる感じですね。はい、というような感じで中身が出てまいりました。でかいな。 でかいな。で、こんな感じですね。中身はこんな感じで入っております。いやー、でかい。でかいというか、ほんと、ここの厚さがなんか、すごい厚いです。はい。で、こんな感じで、中身は入っております。一応まあ、こちら側の本体の中身なんですけど、まあ、こちらには、説明書。なんか、中蓋部分には説明書と、こちらですね、ガンバライジングの、と仮面ライダー、エグゼドアクションゲームはレベル2。というような感じで、入っております。まあ、僕はあんまちょっとガンバライジング、やったことないことはないんですけど、あんまりそこまでガチで詳しくはないんで、あんま説明はできないですけど、まあ、スペック的にはこんな感じのスペックとなっております。ではもう早速、中出していきたいと思います。はい、というわけで、中身を取り出しました。まあ、中身は、こちらが、ベルトになっておりまして、で、まあ、これが、まあ、ベルト止め。まあ、この二つは、まあ、毎回恒例のやつなんですけど、こちらが、マイティアクション X の、ライダーガシャットですね。ちょっと QR コード映るとやばいんで。で、まあ、一応、ちょっと、絶縁シート抜きまして、ちょっと、まあ、やってみたいと思うんですけど。はい、というような感じになってますね。で、なんかここになんかエグゼイドの絵がちょっとうっすら見えると思うんですけど、このガシャットをこちらに刺すことによって、このこちらの中がなんか半面鏡かなんかになってまして、その反射によってなんかこちらの、ディスプレイの方にエグゼイドのこの柄が乗るというような、なんか仕組みになっているみたいですね、今回のゲーマードライバーは。というような感じですね。で、まあ、またこちら刺して遊んでいきたいと思います。でですね、ゲーマードライバー本体は、まあ、先ほども言いましたけど、半面鏡があるんで、ちょっと開けると自分の顔が映る可能性があるんで、ちょっととりあえず今のところ閉じさせてもらいますが、まあ、一応見渡すとこんな感じですね。ピンクに、蛍光色の緑の感じの、ベースになっております。まあ、こちらにベルトを通して巻きつけるって感じですね。で、まあ、なんか、他の、ゴーストとか、ドライブのドライブドライバーみたいな感じの、ベルトさんみたいな感じではなくて、これ全体見回してみたんですけど、特に電池入れるところもないですし、なんかスピーカーとかもないんで、まあ、おそらくダブルドライバーみたいな感じなので、こちらのガシャットからすべて音声が鳴るみたいな感じになっておりますね。で、まあ、ちょっと見てもらいますが、こちらのちょうどこの部分ですね。こちらの部分が、鏡になってまして、まあ、その鏡によって、まあ、この正面に、エグゼイドの、まあ、各ライダーの、フォームが出てくるみたいな感じの作りになっております。はい、このような感じですね。はい、せっかくなんで、まあ、仙台ライダーの、このゴーストドライバーとちょっとゲーマードライバーを並べてみたんですけど、まあ、正面はこんな感じ。横はこんな感じですね。で、まあ、後ろはこんな感じですね。まあ、若干なんか、ゲーマードライバーの方が分厚いですね、こちらは。まあ、このレバー分もあるんで、やっぱりどうしても分厚くなるのは仕方ないかなと思います。で、あと、まあ、ちょっとさっき、こちら単体で説明してると言い忘れたんですけど、結構なんかレバーの引き心地は軽いんですよね。なんか2段階でこう
勝ち勝ちみたいな感じでこう2段階の、開閉になっております。はい、では次は、決め技スロットホルダーと、爆走バイクガシャットの方を見ていきましょう。はい、こちらも中身は、まあ、中蓋と、あとまあ説明書が、説明書は、ちょうどホルダーのところに、テープ止めされてる感じですね。ちょっとテープは取りましょう。でですね、まあ、どっちかな、こんな感じかな。こんな感じになっております、中身は。まあ、こちら側の決め技スロットホルダーの、まあ、本体と、まあ、こちら側のガシャット入れとくホルダーと、まあ、これが爆走バイクガシャットみたいな感じになっておりますね。では、まあ、こちらも中身取り出してからもう一回取り直したいと思います。はい、では、中身を取り出したんで、まず、こちらの決め技、スロットホルダーから見ていきましょう。まあ、こんな感じですね。で、まあ、こちらも電源とかそういうものはないんで、まあ、すべてガシャットの方から音が鳴るような感じになっています。で、多分ここが発動ボタンで、こう、ガシッと押すと、おそらく、まあ、待機音が流れて、もう一回押すと、必殺技発動みたいな感じで。で、こちらもなんか、ちょっとクリアっぽくなってるんで、こちらから発光が見えるんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらが、ガシャッと入れておくホルダーで、で、多分ここのくぼみのところに、スッと、はめる感じかな。うん、結構硬いですね。結構、硬いっすよ、これ。まあ、はまりましたね。こんな感じで、ガシャッと、まあ、入れておくことができると思います。ちょっとせっかくなんで入れてみましょうね。多分こんな感じかな。あ、こんな感じで、入ります。で、まあ、2個入るんで、まあ、こちらに2個入れといて、まあ、ガシャッと遊ぶことができると思います。で、こちらですね。こちらが、バイク、爆走、バイクガシャッと。こんな感じです。かっこいいですね。なんか、ライダーがバイクに乗ってるって、まあ、ライダーなんで、当たり前ですけど。で、まあ、こんな感じですね。あと、QR コードか。まあ、せっかくなんで、ちょっと、聞いてみましょう、音声を。お、なんかヤンキーが好きそうな音楽してますね。で、一応まあ仮面ライダーレーザーの姿もなんか一応見えるような感じになっておりますね。はい、こちらが爆走バイクガシャとなっております。はい、というような感じで、まあ一応一通り見終わったんで、ゲーマードライバーを使って、まあ、各音声を聞いていきたいと思います。はい、では、ゲーマードライバーを使って、各ガシャットの、音声確認と、まあ、レベル3もやってみたいと思います。では、まあ、最初は、こちらの、マイティアクション X ガシャットから、まあ、こちらをベースにして聞いていきたいと思います。では、行きましょう。マイティアクション X! では、行きます。変身。レベルアップ。では次は、まあ、レベル3でしゃがりきスポーツを使ってレベル3になりたいと思います。では。レベル3いきます。はい、では次は、爆走バイクガシャットを使ってレベル3になりたいと思います。では、いきます。
レベルアップ。なんかすごい音声ですね。ちょっと何言ってるか分からなかったですけど、ちょっと後で調べてもう一回言いたいと思います。では次は、しゃがりきスポーツをレベル2のベースとして、マイティアクション X と、爆走バイクガシャットを使って、変身していきたいと思います。ではまず、しゃがりきスポーツをセットしましょう。はい。はい、レベルアップ。はい、では、マイティアクション X を使ってレベル3になりましょう。では、レベルアップします。レベルアップ。はい、では次は、爆走バイクガシャットを使ってレベル3になりたいと思います。ではレベル3になりたいと思います。はい、というような感じの音声になっております。では、次は爆走バイクガシャットをベースにして、マイティアクション X と、シャカリキスポーツガシャットを使って、音声確認していきたいと思います。では、いきます。では、レベル2。はい、こちらの音声ちょっと確認できたんですけど、レベル2は爆走、独走、激走、暴走、爆走バイクって言ってますね。で、レベル3はバイバイバイババイクで爆走、ロンリーウェイ、ライド爆走バイクって言ってるみたいです。はい、では、マイティアクション X を使ってレベル3になりましょう。では、レベルアップ。はい、というような音声になっておりますね。マイティアクション X のレベル3は、マイティ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 アクション、マイティ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 アクションって言ってるみたいです。はい、では、次はしゃがりきスポーツを使ってレベル3になりましょう。では、
ではレベルアップ。というような音声になっていますね。で、ちょっと先ほど言い忘れたんですけど、Mighty Action X のレベル2は、Mighty Jump, Mighty Kick, Mighty Mighty Action って言っていますし、で、これ僕がちょっと前回紹介した、しゃがりきスポーツガシャットを単体で紹介したときに、レベル2の遊びはしたんですけど、ちょっとレベル3の遊びしなかったんで、ちょっと音声は、言えなかったんですけど、まあ、今回初となるんですけど、シャカリキ、シャカリキ、バット、バット、シャカトリキッド、シャカリキスポーツっていうような音声になっております。とりあえず以上が、今持ってる、ガシャットでの音声遊びの組み合わせの全てだと思います。もし、やり忘れとか漏れてる場所があれば、コメントしてください。はい、一応、決め技スロットホルダーを、ゲーマードライバーにくっつけると、このような感じになりますね。ただ、ちょっと音声確認をするときは、取り外させていただきますんで、ご了承ください。では、必殺技遊びしていきましょう。はい、では、こちらの決め技スロットホルダーを使って、必殺技遊びしていきたいと思います。では、とりあえず一番初め、基本フォームとなる、マイティアクション X ガジャットから、やっていきたいと思います。では、いきたいと思います。では、こちらに差し込みます。になったら、こちらのボタンを押すと多分待機音が鳴ると思います。おお、ちゃんとここも光ってますね。はい、いきますよ。はい、というような音声になっていますね。ちょっと前回もこれ一応必殺技遊びはしたんですけど、この会心の一発っていうのが出なかったんで、ちょっと嬉しいですね。これ結構ランダムで鳴るらしくて、出ないときは全然出ないらしいんで、一発で決まってよかったかなと思います。では、次はしゃがりきスポーツいきます。では、次はしゃがりきスポーツいきたいと思います。では、いきます。では、いきますよ。なんか。では、いきます。こんな感じですね。ちょっと今回は会心の一発でなかったんですけど、もう一回いきます。全然出ませんね。 やっぱなかなか出んもんですね。あ、出ました。というような感じの音声になっています。では、最後は、爆走バイクガシャットを使っていきたいと思います。では、いきたいと思います。いきます。はい、会心の一発が出なかったので、もう一回いきたいと思います。まあ、出ました。出ました。なんか確実にこれ、あれですよね、ヤンキーが好きそうな音声してますよね。なんか明らかになんか昔、ちょっと暴走族上がりのお父様方が、なんかすごいなんか胸熱になりそうな、なんかガシャットな気がします。はい、ということで、今回は仮面ライダーエグゼードの変身ベルト、ゲーマドライバー、デラックスゲーマドライバーの、開封レビュー、音声確認と、あと、
仮面ライダーエグゼイトの必殺技を出すデラックス決め技スロットホルダー&、爆走バイクガシャットの、音声確認と、まあ、開封レビューと音声確認をしてまいりました。まあ、今回のエグゼイドもうあらかた出てくるライダーとか、まあ、出てくる登場人物の、まあ、一通りの、まあ、プロフィール的なものやどんな人物なのかっていう情報が出てますし、まあ、玩具とかもまだ発売するものが、まあ、結構いついつにこれが発売するよっていうのも分かってるんで、まあ、僕もできる限り集めて、まあ、このような感じでレビューや音声確認していきたいと思っております。で、まあ、これ僕が多分先日レビューして、まあ、上げた動画にもありますんで、まあ、概要欄にも貼っときますが、まあ、このような感じで、今回のエグゼイドは食玩にも力が入ってるみたいなんで、まあ、そちらも、集めていければいいかなと思っております。でですね、まあ、次なんですけど、ちょっと今回、こちらの、バトンタッチキャンペーンでいただいた、エグゼイドのゴーストアイコンの、まあ、レビューと音声確認もしていきたいなと思ってるんで、まあ、そちらも動画アップしたらよろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。